をしなきゃいけません。ブドウを買ったり、牛を使って畑を耕したり、そして麦を買ったり、向こうでは羊の毛を買ったり。でもみんな楽しそうですよね。ですからメダルもまだにっこりしています。銀の世代が終わると次に来るのがこちら、銅の時代です。銅の時代も人間笑っていません。捕らえられた人たちは大変寂しそうに戦利品を争って人々が口論となっています。ちょっと戦争の幕開け、むっつりとした顔のマスクです。はい、こちらが鉄の時代。恐ろしく人間たちが戦争を始めます。戦争で犠牲になるのは女性、子供、老人です。向こう側には月桂樹の冠をつけた詩人も、怒り狂った人の矢に追われています。美しい街も焼き払われ、そしてマスクも叫ぶような顔してますよね。大変美しいストーブの部屋をご案内しました。さて、こちらが有名なカラバッチョの眠れるキューピッドのアジアです。ご覧ください。眠れるキューピッドを描いたカラバッチョですが、なんだか眠っているというよりは死んでいるような、子供じゃないですか。そうなんです。これ彼が生まれたと思った時に伝染病にかかって死んだ子供の亡きがらに、ただ単に死んだ子供という意味をつけるわけではないので、羽と矢をつけて眠れるキューピッドという題を書いたと言われています。スポットライトのようなカラバッチョライトが当たって大変神秘的な絵ですよね。さて、ピッキー宮殿の一番端っこ、パラティナ美術館の端っこに来ましたが、ここから階段ですとか、また美しい景色が見えます。昔はですね、どの宮殿もこういった丸い牛乳瓶の底のような窓だったんですよ。ただここは美しい街並みを見えるために透明の窓にしてくれています。向こう側にはブオーモやベッキオ宮殿、そしてボーボリ庭園のボーンタリンピの洞窟、バザーリの回廊の最終地点が見えます。大変美しい景色をここから撮ってくださいね。さて、ピッキー宮殿のサーナデルイリアデに入ってきました。すごくお部屋の大きさが大きくなってきましたね。なぜかというと、今まではずっと公爵のベッドルームやバスルーム、ストーブの間でしたが、ここはですね、実際お客様を通していたお部屋だからです。なので、天の間があったりしたので、こんだけ天井も高くなっています。さて、次がラッパエロの間。さて、今私はサーラディサトゥルノに来ています。サトゥルヌスの部屋といいまして、実はここ別名ラッパエロの間と呼ばれるんです。実はラッパエロ好きの方には必見の美術館がこちらマラティーナです。まずはこちらが太閤の聖母と呼ばれる、これ日本にも貸し出しされていたものです。これメディチ家の太閤フェルディナンドに愛し愛され、なんと太閤は旅行にも一緒に持って行っていたということから、太閤の聖母という名前がついています。さらにラッファエロの描いたこの2人のご夫妻が同人公爵夫妻の肖像画です。アンニョロ同人とマッダレーナ・ストロンジーという方なんですが、実はですね、この公爵夫妻とってもアートが好きで、2人が結婚した時に20代のラッファエルに肖像画を描かせていますし、なんと彼は自分たちの子供が生まれた時にミケランジェロにもトンドドーニーという大きな円形画を描かせています。特に20代だったラッファエルはどこかでフィレンツェでレオナルドにモナーリザを見せてもらっているはずです。このマンダレナ・ストロッツィの格好、どこかモナーリザに似てますよね。
そしてこのパラティーナ美術館に来る一つの目的というのが小椅の聖母です。見てください、大変可愛らしい愛くるしいこの聖母マリア様、これが円形画になっていて、実はフィレンツェの独特の絵画なんですね。この丸い中に絵を描くというので、愛くるしい少女のようなマリア様、そして右側にいるのはいとこの聖ヨハネです。サーラディジョーベ、ゼウスの間に入ってきました。ゼウスの間にはラファエルの代表作の一つベールの女があります。これ昔はフォルナリーナという名前がついていたんですが、パン屋さんの娘ということで、ラファエロがローマの下町で熱を上げていた女性を描いたのではないかと言われていました。別名ラファエロの恋人とまで言われていたんですが、今現在はやはりパン屋の娘がこんな豪華なジュエリーや洋服を着られないだろうということで、名前はラベラータ、ベールの女という名前になりました。さてラファエロはもうここで素晴らしい肖像画の頂点を刻みます。よく見ると皆さん、彼女の顔はちょっとボケているの分かりますか？なんと一眼レフの構造で彼の袖に焦点を当てたんですね。豪華なシルクの袖ですから、なんとなく顔がボケているのが分かります。サーラ・デル・マルテに入ってきました。ここにはThank you.